ラバラバプラス始まります。5月からシーズン2始まって、初めてのこういう感じの始まりこういう感じの始まり、こういう感じの始まりね、はいはい、こうやって座って、はいはい、皆さんの前に言いたいことはわかるけど語彙力はい、こういう感じで始めていきたいと思います、はい、ラガラガブラザーズシーズン2、はい、火曜日に、うん、ウェポン的レコードの聴き方、うん、で木曜日にチェホンとバトルを見る動画、うん、土曜日に2人でのメイン企画を進めていってるんですけど、うん、ウェポン的レコードの聴き方見てくれてます？プニプリンタやろ。あ、見てくれてる、見てる。全然おもんないけどせやん、なんでそんなこと言うの全然面白くない。ちょ、頑張ってんのに。モンキーさんから面白いでって、あのメール来た。狙ってる世代が30後半から50手前のやつの層を狙ってる。違う。それは勘違いです。もっと若いのを引き寄せるやつ。若い子にこういう時代あったやでっていうのを分かってほしいから。あれ嬉しい。30から4、うん、50完全に。チェホンとバトルを見る動画はプチバズりいってますね。史上最高作出ました、ね、あれいいっすね面白いっすもんね。ラガラガブラザーズ史上再生回数トップをついにあんなにライブ頑張ったのに、上から目線じゃなくて一緒に見てる感がいいっすわ。あ、もうヘッズみたいな。そうそうそう。ということで今週から新企画を始めていきたいんですけど、何しますかと言いますと回すのほんまヘッズ覚えてちゃんと。もう言ってええんかなと思って、はい、肝心なところっすよこれ。いきなりバンって言っちゃっていいんすか。いや、どう説明してくれてもいいよ。もっとじらしてこう何々って思わしてから言いたいから俺は。セックスでもしてる何じらしとんねん何に例えとんねん。確かに前儀でじらすけど6月から土曜日はいろんな人とコラボをしていきたいと思いますいろんな人とがたんからんどんじゃん。いやもうすごいな。いろんな人とコラボ、コラボ企画していきたいと思います、はいはいはい、今レゲエのアーティストもサウンドも、うん、結構 YouTube やってる人多いんで、はいはいはい、片っ端からコラボレーションしていったろうかなと。なるほどね、はい、で記念すべき第1回目のゲスト、はい、今日呼んでます。お、来てくれてる。来てくれてます。誰やろう。それでは登場してもらいましょう。ボケろよボケろよ。研ナオコさんです。どうぞサソリ座のなよ。それなケンイチミカワの方で。わからんねん。ケンイチミカワ。なお、ベア君と一緒のグループ。一回やったやつそれ。ダブルです。ダブルです。イエスイエスイエス。スリジャワルダのプラコってスリランカの首都。どうもこんにちは。一人目のゲストアポロ。ラガラガブラザーズ、はい。ラガラガブラザーズチャンネル。初登場。2回目なんか生配信の時に1回やらせてもらって、ね、こうやって正式に呼んでもらってほんまにありがとうございます。こちらこそ、こちらこそ一体どうなってんだ TV から、はい、アポロ、アポロがやってる YouTube とコラボっていうことですね。はい、僕のチャンネルでもあのコラボさせてもらってるんで、うんうんうん、よろしくよかったら。ありがとうございます。よろしくお願いします。そっちも面白かったね。めちゃくちゃめちゃくちゃ面白い。めちゃくちゃめちゃくちゃ面白い。ちゃんと言ってさあ何をするんですかね今日は。いっぱいいろいろやりたいんですけど、うん、まずはちょっとアポロ。アプロ？ポポプリプリポポポポポプリプリポポポ。違う。アプロ？違う。あのディプロ。スーパー。ディプロ。スーパー。なんか混ざってんな。メジャーレーザーと混ざった。ごめん。まずはアポロにいっぱい質問させてもらいたい。あ、そうなんすね。うん。なんで始めたん？始めようと思ったきっかけ。あの YouTube 俺めちゃくちゃ。シェー。ボケが渋滞しとる。シェー。ボケよかったよかった。伺いながらやんだよ。いいっすかみたいな。誰か見てなぁ。せぇ、いいっすかみたいな。なんかじゃあ、ラガラガブラザーズ見て、うん、YouTube の先輩として。アドバイス。もうないっすわ。ひねり出せ。そのまあ、第1話とか見た時とかは、やっぱチェホン君、くらーみたいな。あの、やっぱ、米田さんを知ってるんで。はいはいはい、あの、ね、ダンスとかでもそうなんですけど、うん、めっちゃ俺チェホン君と仲良くなったみたいな思ってて、次の日朝起きたら、うん、えみたいな。わかるわかる。昨日の何やったの？コウジ君。コウジ君の時あれやろ。コウジ君の時、めっちゃ怖い。怖い。あ
れみたいな、え俺なんかしたかなみたいな。いやいやいや、鶴橋の浩二君とか一回ちょっと米田さん出してもらいたい。米田さんもなかなかブラザーめちゃくちゃおもろいと思う多分。だからそうベロベロなった瞬間生配信始めるみたいな。生はダメ絶対事故る。生はダメ。これセックスとライブ配信が生はダメ。生はダメ酔って生はダメ、うん、酔って生はダメ、まあ、それなんかエロい方に聞こえるそれこそほんまケンティ君読んでもうベロベロになって、うん、早口対決とか少子一応編集ありの、あ、うん、早口対決だからちょっとしたシャッターチャンス言えるかとか。ちょっと待って、はい、今日この後、うん、この3人で早口対決やりたいね。うん、やろう。サキダさんといて言わんとって今の流れでやったらよかったかその感じでやろうよ。今日はだから3人で大谷健太早口言葉をバーってめちゃめちゃびちゃびちゃキャッチャーそれ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 ちょっと3人で対決したいんです。オーケー。ほぼトトロそうそうそう。ところどころトトロ校長どうぞ製造工場妄想拷問童貞はい、ということで早口対決したいんですけど、はい、準備はいいですか。はいよ。ちなみにこれ優勝したら何かもらえるんですか。ベベの人が優勝した人に1万円普通に普通に嫌やだからまあ1万ポイントって言うんじゃないですか。あ、じゃあ1万ポイント1万ポイントギフト1万ポイントギフトを3位の人が1位の人に贈呈する。順番はじゃんけんしましょう。毎回じゃんけんします。長いね。これで、うん、これで順番決めよう。最初はグーじゃんけん、はい。毎回じゃんけん最後、俺最後。俺は毎回じゃんけんします。最初はグーじゃんけん、はい。3番ちょうやん、ちょうやん俺勝ったよ伸びたまげ、いきなり一回男気挟んでましたえ、上子何番？俺3番3番、うん、じゃあ俺2番。まあそうなりますよね。じゃあ、はい、じゃあ1本目いこう。バスガス爆発見てパクダク爆発。ちょっと待って。バスガス爆発見てパクダク爆発。オッケー。バス、はい、バスが何？ 5 4 3 2 1。どうぞ。バスガスパス。アドアドもう焦らすねん、もう一回。はい、ゴーとか。はい、ゴー4 3 2 1どうぞ。バスガス爆発見てパグダク爆発。バスガス爆発見てパグダク爆発なんでよく待って噛んだよく待って噛んだ1回でよかった。1回でよかった。1回でよかった。じゃあ、俺、ファイン。ファイン1回でいいことできたっすね。おっしゃ、1ポイント獲得。1回でいいです。まあまあ、1回でいいんですけど、3回言い出したから。あ2回かな。2回この人も2回言ってたから、うん、1回でいいことでしょ。1回で3番手は2回だ。なんでな。そう、初めから有利やから。いや、3番手は3回ちゃいますだからそういうルール。1番手1回2番手1回それで3番手3回。じゃんけんした意味ないやん初めから言うとかな。5 4 3 2 1。バスガス爆発見てパグダク爆発アウト。アウト。うそや。パグダク爆発って爆発やし。俺なんかもうパグまで行かへんかったじゃあ俺だけ1ポイント今の。うん、まあまあよしとしましょう。なんか納得いけへんけど、まあもうルール上そうやもんな。うん、